こんにちは吉田さんあのジョン・ F ・ケネディのね、まあ、国が自分に何をしているかしてくれるかではなくて自分が国に何をできるだろうかっていうふうに、えーまあ、自問自答してほしいっていうのは、まあ、非常にね心揺さぶる言葉であって昔からこういう言葉あるんですけども、まあ、あのね海兵隊からのし上がってきたジョン・ F ・ケネディだからこそ言えるのかもしれません、えー、ケネディ大統領は確か40代だったかな42歳ぐらいだったですかね 大統領をやっていたのは、は三十代で当選したのかな、就任したのかな。で、四十代にしてまあお亡くなりになったのかなというふうにうろ覚えしてますけども、まあそのケネディ大統領がねやりおせたことっていうのは、例えば月に人類を送るみたいなことを宣言して、ギリギリ六十九年に達成してるんですよね。西暦六十年代に月に人類を送ると言って、それから十年以内、六十年に宣言して六十九年に達成してる。 まあこの宣言がなければ多分月に行ったにしても70年代とか80年代にずれ込んでいたんじゃないかなと思いますよねまあ当時はねコンピューターの技術もそこまで今まで進んでないみたいだったんでなんか今で言うとファミリーコンピューターと同じぐらいのレベルのパソコンで月に行ったらしいですけどねコンピューターではいそれでね、えー、今日はやっぱり菅義偉さんから別の長辞を切り取ってお話したいなぁと思うわけなんですよそれはですね あの総理あなたの判断はいつも正しかったっていうことなんですよでこれを自分以外の人に言わせるっていうのは、まあ、相当だなと思いましたですのでこの言葉っていうのは多分一生のうち誰かに捧げることはあんまりないんじゃないかなと思うんですよ常に人は人の落ち度を上げつらいそれを拡大解釈して人のうまくいったことはあまり気に留めないんですよねだから人の美点に自分の意識を向けられるっていうのは まあまさにその人自身の美点だと思うんですよ。うん。まあそれでね、吉田さんが言われたように、まあ人の一つの言葉を大きく展開できるのはなぜかっていうと、自分がやってきたっていうことに尽きるんじゃないですかね。何事もなし得なかったかっていうのは、まあ人の達成とか一言にケチをつけることは上手なんですよ。で、ケチをつける癖がついてるから、さらに自分の達成っていうのはないんでしょうけどね。で、やっぱりこう、 まあ、一国の総理大臣をやるストレスとかっていうのは殺人予告も届くでしょうし自分の決断がある人を不幸にするってことをいつも容認しなければならないんですよねなんかこう誰かに給付金を出すにしても誰かから取り上げないといけないっていうそういうふうな力学が働きますし財務省の言い分を聞けば国民が苦しむ国民のために財政出動すれば財務省から恨まれそして自分の揚げ足を取られるとかね 正正ししくくやっったたことが正しく評価されなかったり、えー、自分の国の職位を全うしようとした矢先にまさに国務ですよね国の仕事をしている最中に国の仕事をしているからこそ恨まれ殺されたことに対して国が痛むことすら反対する人がいるというね。うん、で、えー、こう国葬に反対する人もね一生懸命自分の時間とお金を使って 人の国葬を邪魔することに一生懸命というね。うん、仮にどうなんですかね。自分が国葬に召された時にね、反対する人がいても、それはそれでしょうがないと思えるんでしょうか。うん、で、やっぱね、国会議員たるもの、をみんな等しく国のために働いてるわけなんですよ、建前はね。もちろん、自分の給料のために働く吉川なんとかっていうね。 議員もいてなんか未成年の女の子金でねそういう人がいるからあまあみんな同じだろうと思われちゃうのは非常に迷惑な話だと思いますけどもやっぱり安倍総理っていうのは国が自分のために何をしてるかくれるかよりも自分がこの国のために国民のために何かできるだろうかと常に考えて行動していた人なんじゃないかなと思うんですよ。だからこそ幸せに できる人は限られたかもしれないけどもでもで菅総理はあなたの判断はいつも正しかったと言っていたのかなと思いますし、えー、北方領土返還こちらの方にも尽力して結局成し得なかったんですけどもでもあそこまで何かをやろうとした北方領土返還のために働こうとした人っていうのも後にも先にも出てこないでしょうね。でその分拉致問題解決にエネルギーを注ぐことが安倍総理自身ができなかったと思いますけどもでも。 安倍総理以外の方で拉致問題について安倍総理の思いぐらい働く同胞がいなかったのもまた確かかなと思うんですよそれがですね北方返還の恨みでもない拉致被害者奪還未達成の恨みでもない全く関係ないおかしな宗教,宗教組織とのしがらみによって教団に倒れるというのはね本当に痛ましいことだなと思います、うん、でもやっぱり菅総理は言うんじゃないですかあなたの判断はいつも正しかったと あの警備手薄などうしようもないスカスカの状態のとこでも国民の前に胸をさらして演説を行っていたというね、まあ、まさに安倍総理っていうのは誰かの代わりに打たれたというふうに考えてもいいんじゃないかなと思いますあなたの判断はいつも正しかったうんそして菅総理はねこうも言ってますよね安倍総理が読みかけの本があったとそこには まあ、意訳するとね日々語り合った人はもういないこれから国を国をどうすればいいんだろうかと嘆くさまがある書籍の中に線が引いてあったらしいんですけどもまさに菅総理の今の心を歌っていたんではないかなというふうに言われてましたね確かにね菅総理は行政処理能力とか頭脳明晰であって問題処理能力とかそのスピード感っていうのはむちゃくちゃあるんですよ優秀すぎるほど優秀なんですよ ところがが人前に出てて何かを表現すするっていうのが下手なんですよね。自分の功績を誇ることもやっぱしないんですよ分かっているけどしたくないんですって言われてましたでもやっぱりリーダーシップを取る者っていうのはやったことを10倍ぐらいに喧伝し失敗したことを10分の1ぐらいにごまかすそういった図太さも必要なんでしょうねきっとねそういう意味では安倍総理はあらゆる面で総理に適した人だったんじゃないかなと思いますじゃあ今回も菅総理のあの と長寿かららね、引用させてもらいました。総理あなたの判断はいつも正しかった、うん、そういうふうに人に言わせるそんな人生が私たちに歩めるでしょうかいってらっしゃい。